エネルギーと地球環境について勉強しましょう。この写真は何でしょうか？アオウミガメです。このアオウミガメについてクイズを出したいと思います。クイズ、気温が高くなるとアオウミガメにはどんな影響があるでしょうか？答えはアオウミガメが絶滅してしまう恐れがあるでした。アオウミガメは産み落とされた場所の砂の温度でオスかメスかが決まります。砂の温度が 29.3 度の時がオスとメスのバランスが良く、 29.3 度より温度が高ければメスが生まれ、 29.3 度より温度が低い場所ではオスが生まれます。このため地球温暖化によりわずかでも気温が上がるとメスばかりが増え、オスとメスのバランスが狂って繁殖ができなくなり絶滅してしまう恐れがあります。実際に今地球上でこのようなことが起こり始めているのです。どうしてこのようなことが起こっているのでしょうか？このグラフは世界から出る二酸化炭素の量と世界の平均気温の関係を示しています。二酸化炭素の量がどんどん増えていること、平均気温が少しずつ上がってきていることがわかります。このように二酸化炭素が増えると地球の温度が上がることがわかりますね。木やゴミを燃やしたり、石炭や石油などの化石燃料を燃やした時に出る二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスが増えることで地球の温度が上昇することを地球温暖化と言います。昔の地球にも温室効果ガスがありましたが、今よりも薄かったので地球は程よい温度に保たれていました。温室効果ガスはビニールハウスのシートのように地球を覆って熱を逃がさない性質があるため、温室効果ガスが増えすぎると地球の表面に熱がたまり地球の温度がどんどん上がります。この仕組みを地球温暖化模型を使った実験で見てみましょう。地球温暖化模型を使って実際に地球温暖化の仕組みを見てみましょう。ここに2つの地球があります。地球の周りを囲っている透明のケースが温室効果ガスです。この二酸化炭素を片方にだけ入れます。左側が通常の地球、右側が二酸化炭素が増えた地球です。このライトは太陽です。太陽の光を浴びた2つの地球の温度はどうなるでしょう？これから実験します。今の温度は通常の地球が 27.4 度、二酸化炭素が増えた地球が 27.5 度です。太陽の熱でしばらく温めます。10分経ちました。それぞれの温度はどうなっているでしょうか。通常の地球が40度、二酸化炭素が増えた地球が 42.7 度、二酸化炭素が増えた地球の方が 2.7 度も温度が高くなっています。地球の周りの二酸化炭素の量が増えると、地球の気温が高くなることが分かりました。では次に、地球温暖化の原因となる二酸化炭素が増えると実際にどんなことが起こるのか実験してみました。この実験では二酸化炭素が増えると水の性質がどのように変わるかを調べます。水を入れたペットボトルが2つあります。それぞれにマローブルーという花を乾燥させたハーブティーのティーバッグを入れます。マローブルーの花びらにはアントシアニンという色素が含まれています。アントシアニンは中性では紫色、酸性ではピンクから赤色、アルカリ性では青から緑色に変化します。マローブルーが入ったペットボトルは何色になったでしょうか？紫色ですね。
今の水の状態は中性ということになります。では片方のペットボトルにドライアイスを入れてみましょう。ドライアイスを入れた水はドライアイスを入れていない水に比べてピンク色になりましたね。ドライアイスは二酸化炭素の塊です。二酸化炭素が水に溶けると酸性になります。二酸化炭素が溶けるにつれ水はだんだんと酸性になるので紫からピンクに色が変化したのです。二酸化炭素が増えるということは二酸化炭素が海に溶けて海水が少しずつ酸性になってしまうということです。海の性質が変わることでサンゴ礁など海に住む生き物に影響が出ることが心配されています。では地球温暖化はどんな問題を引き起こすのでしょうか。地球が暖かくなることで南極の氷河が溶けたり海水が増えたりして海面の水位が上がる。絶滅の危機にさらされている生き物がますます追い詰められさらに絶滅に近づく。温暖化によって伝染病を媒介する動物の生息する地域が拡大したり高温化に伴って感染力が増大することにより伝染病などの怖い病気にかかりやすくなる。暑すぎて熱中症になる人が増えたり突然激しい雨が降ったりする。気候の変化や害虫の増加で農作物の生産が減り世界的に深刻な食糧難を招く。このような影響が考えられます。私たち人間は植物やその他のたくさんの種類の生き物すべてと関わり合いながら地球上に存在しています。これを生物多様性と言います。しかし人間の暮らしが原因である地球温暖化などの環境問題によりこの生物多様性が失われつつあるのです。なぜ二酸化炭素が増えているのでしょうか。二酸化炭素は物を燃やすとたくさん出ます。代表的なものは車の排気ガスやゴミを燃やすとき、そして電気を作る火力発電所で石炭などを燃やすときなどです。昔は車も電気もなかったため二酸化炭素がたくさん出ることはありませんでした。便利で快適な生活になったことでたくさんの電気を使うようになったため二酸化炭素の出る量が増えてきました。電気を作る工場を発電所と言います。発電所では水を沸騰させて作った蒸気の力を使う火力発電や原子力発電、マグマの熱で高い温度になった地下水から取り出した蒸気の力を使う地熱発電、水が落ちる時の力を使う水力発電、風が吹く時の力を使う風力発電、太陽の光を直接電気に変える太陽光発電などで電気を作っています。他にも化学反応を使って電気を作る燃料電池などの方法があります。この中で一つだけ仲間外れの発電方法があります。他の発電方法とどこが違うか分かりますか？それは火力発電は発電するときに二酸化炭素を出すというところです。電気を作る方法によって発電するときに二酸化炭素を出すものと出さないものがあります。グラフで見ても分かる通り火力発電で使う石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料は燃やしたときに多くの二酸化炭素を出します。そのため火力発電ばかりに頼りすぎると地球環境に深刻な問題をもたらすことになります。太陽光発電や原子力発電、地熱発電などは発電するときに二酸化炭素を出しません。これらの二酸化炭素を出さない発電方法は環境に負担をかけないで電気を作るために有効な発電方法です。それでは火力発電の発電方法について紹介します。火力発電では化石燃料と呼ばれる石油、石炭、天然ガスという燃料を燃やして蒸気を作り、
その蒸気でタービンを回して電気を作ります。燃料を燃やすときに二酸化炭素が出ています。これまでの話を聞くと、地球環境のことを考えると火力発電は使わなければいいと思うかもしれませんが、そう簡単にいかないのが現状です。それはそれぞれの発電方法には得意なところと苦手なところがあるからです。それぞれの発電の得意なところと苦手なところを確認していきましょう。火力発電は発電に使う石油、石炭、天然ガスなどエネルギー源の取り扱いがしやすい、作る電気の量を調整しやすいという得意なところがある一方で、発電するときに二酸化炭素が出る、石油、石炭、天然ガスなどエネルギー源のほとんどを輸入に頼っている、世界的に見てもエネルギー源に限りがあるという苦手なところがあります。原子力発電は少ないエネルギー源でたくさんの電気を作ることができる、発電するときに二酸化炭素を出さない、24時間安定して発電し続けることができるという得意なところがあります。その一方、放射性廃棄物を取り扱うため厳しい管理が必要、使い終わったエネルギー源などから放射線を出すゴミが発生するという苦手なところがあります。地熱発電は自然のエネルギーを使うので資源がなくなる心配がない、発電するときに二酸化炭素を出さない、24時間安定して発電し続けることができるという得意なところがある一方で、火山地域には国立国定公園や温泉があるため発電所を建設できる場所が限られてしまうという苦手なところがあります。水力発電は自然のエネルギーを使うので資源がなくなる心配がない、発電するときに二酸化炭素を出さないという得意なところがある一方で、発電が天気に左右される、大きなダムを作ることができる場所がほとんど残っていないという苦手なところがあります。風力発電は自然のエネルギーを使うので資源がなくなる心配がない、発電するときに二酸化炭素を出さないという得意なところがある一方で、発電が天気に左右される、多くの電気を作るにはたくさんの土地が必要という苦手なところがあります。太陽光発電は自然のエネルギーを使うので資源がなくなる心配がない、発電するときに二酸化炭素を出さないという得意なところがある一方で、発電が天気に左右される、多くの電気を作るにはたくさんの土地が必要という苦手なところがあります。このように発電方法には得意なところと苦手なところがあります。私たち九電グループでは、いろいろな発電方法の得意なところ、苦手なところを考えながら、発電方法を組み合わせて電気を作っています。そのことをエネルギーミックスと言います。発電方法を組み合わせて電気を作るエネルギーミックスですが、エネルギーミックスを行う上で考えないといけないことがいくつかあります。まず、電気を作るには多くのエネルギー資源が必要だということです。そのエネルギー資源が日本にはあまりないことや、世界でも限りがあることは、エネルギーを使っていく上で知っておかなければならない大切なことです。私たち九電グループでも、そのことをよく考えながら電気を作っています。また、発電方法の組み合わせを考えるときには、安全であることを大前提に欠かせない3つのポイントがあります。まず1つ目が、これまで話してきたように二酸化炭素を出す量が少ないなど地球環境に悪い影響を与えないこと、2つ目は安定して電気をお届けすること、つまり必要な時に必要な電気をお届けすること、3つ目は電気を作るための価格ができるだけ安いこと。九電グループは皆さんが必要とする電気を必要な時に作ってお届けすることができるよう、いろいろなことを考えながら発電し、皆さんに電気をお届けしています。世界では地球温暖化を止めるため、二酸化炭素を出さないように石油や石炭などの化石燃料に頼らない発電方法を増やしたり、電気自動車の開発、
省エネルギーの推進など、さまざまな取り組みが始まっています。私たち九電グループも、温暖化を止めるため、二酸化炭素を出さない原子力発電や再生可能エネルギーを活用し、二酸化炭素の排出量を抑えています。また、再生可能エネルギーから作られた電気も最大限受け入れ、活用できるように、電気を貯めることができる世界最大級の蓄電システムを作りました。その他にも、植林活動や自然を守る活動を通して地球環境を守る取り組みをしています。それでは、地球温暖化を防ぐために、私たち一人一人にできることは何でしょうか。それは、無駄な電気を使わないということです。皆さんが電気を上手に、大切に使ってくれることで、電気を作る量が減り、発電により出る二酸化炭素の量を減らすことができます。皆さんができることとして一部ご紹介します。車の排気ガスを減らすために近くに行くときは歩く。遠くの場合はバスや電車を使う。燃やせるゴミを減らすために食べ残さないことや、スーパーなどのお買い物にマイバッグを使う。火力発電所から出る二酸化炭素を減らすために電気の無駄遣いをやめる。など、今日からでも取り組めることがあります。これは宇宙から見た夜の地球の写真です。私たちの住んでいる日本は夜も電気がついていて明るい国です。電気は私たちの暮らしを便利で快適にしてくれますが、電気は無限に溢れているものではありません。今回は地球温暖化のことや生物多様性の大切さ、電気のことなどいろいろなことを学びました。これからも皆さんがこの豊かで快適な生活を続けるために、私たちが今できる取り組みから始めて、二酸化炭素を減らしていきましょう。地球を守るために私たちにできることは、二酸化炭素を出さない発電で電気を作ること、無駄な電気を使わないこと、電気自動車の利用など、新しい科学技術の利用と開発に取り組むことです。そして、皆さんがそれぞれ地球環境のためにやってみようと思ったことを実践することが大切です。九電グループは環境のことを考えて発電方法をバランスよく組み合わせて電気を作り、これからも安定した電気を皆さんにお届けしていきます。